はい、アポロです。今日はですね、バカ売れ電子書籍の作り方という話をしていきます。電子書籍のですね、どういうものを作れば売れるのかっていう話なんですけど、他の動画で電子書籍を長期的に売り続けるマインドセットっていう話をしたんですけど、それに関連する、お話です。ぜひそっちのね、マインドセットの動画も見ていただきたいんですけども、結構ですね、電子書籍を作るときに、なんていうんですかね、戦略を間違えるというか、ことがあるんです、結構。そういう人っているんですよね。電子書籍で稼ぐためには、とにかく、これが必要なんですよね。量産。よっぽど自分の知名度があって人気者で、もう本出しましたって言うだけで、何千冊と売れるような人は別ですけど、無名の一般人が出している本を一冊とか二冊出しただけで、こうバカ売れすることって基本的にないんですね。よっぽどメディアに取り上げられて、こうバズるとかっていうことがない限りは、そんなにね、こうボコボコ売れていくことってないわけですよ。なので、Kindle で稼ぐためには、量産する必要があるわけです。もちろんその自分のね、バックエンド商品があってとかっていう話は別ですけど、Kindle 単体でマネタイズする場合は、とにかく本をいっぱい出すことが大事なんですよね。でも、やっぱりここでですね、よく間違えてしまう戦略は、とにかく本を出しまくるっていうことなんですよね。もう質を一切度外視して、とにかく本を出しまくるみたいな感じになるんですけど、そうすると、やっぱ質の低い本って、しばらくすると売れなくなるんですね。当たり前ですけど、質が低いから低評価レビューが付けられるし、低評価レビューが付けられたら本が売れなくなるじゃないですか。だから結局、なんで質の低い本を作るかっていうと、手を抜きたいからですよ。楽をしたいから、ちょこちょこっと書いて、はい、アップロードみたいな。で、何百円みたいな感じで売って、儲けようみたいなふうに考えてですね。だから手を抜くことが逆に手間になってしまったりっていうことがあるわけですよ。なぜなら、例えば、一冊すごく質の高い本を作るのと、10冊質の低い本を作るとしますよね。一冊、例えば150ページのめちゃくちゃこうね、価値の高い本を、時間をかけてじっくり作ると。で、かたや、10冊の、質の低い本を、とにかく片っ端からね、適当に手抜いて、書いてアップロードすると。そうすると、どういうことが起こるかっていうと、その一冊のすごく質の高い価値のある本は、もう一回出版してしまえば、あとは自動的に売れるわけですよ。勝手に、こう、口コミが口コミを呼んで、次から次へとお客さんがやってきてくれるわけですね。だから、短期的な視点で見ると、こっちの質の低い本を量産した方が稼げるんですけど、長期的に見ると、その一冊の本がずーっと売れ続けるわけなんで、しかもその間ずっと放置してるだけじゃないですか。何もしなくてもその本がどんどん利益を生んでくれるから、長期的に見るとそっちの方が楽だし稼げるんですよね。でも、質の低い本を量産していくと、途中で売れなくなると。で、売れなくなると稼げなくなるから、また別の本を出さないといけないじゃないですか。そうすると、結局また手間がかかると。それの繰り返しなんですね。だから常に自転車操業みたいな感じになるんですよ。質の低い本を出して、売れなくなって、また新しい本を出して、また売れなくなってって繰り返し。だから結局ずっと作業し続けないといけないっていうふうになるわけですね。で、そういうことをやってるうちに、自分のこう、なんていうんですか、ブランドというか、自分っていう人間にも傷がつくわけですね。あの人間の書いた本は全部もう詐欺というか、質の低い本だからもう買いませんみたいな風になっちゃうわけですね。だから悪循環なんですよ。で、やっぱりこう、なんでそういう、価値の質の低い本を作るかっていうと、僕手を抜きたいからなんですね。手抜いて適当にバーって書いて20ページぐらいの本、ハイアップロードっていうのはやっぱり手抜きたいから、楽したいからそういう風にね、やるわけですけど、結局その最終的に長期的な目で見ると、一冊めちゃくちゃ価値の高い本を時間をかけてゆっくり作る方が、稼げるし、楽っていうね、長期的に見ると。っていうことなんですけど。で、バカ売れ電子書籍の作り方っていう話なんですけど、これはね、電子書籍だけじゃなくて、コンテンツ作り全てに言えることなんですよ。どうやったら、本とかね、コンテンツが売れるのかってことなんですけど、
それは、例えば、ですね。これです。5000円の価値の本を500円で売るということです。要するに、その、実際の売り値よりも何倍も価値のある本を作るということなんですね。英語で言うところのエクストラマイルです。相手の期待を超えるっていうものなんですけど、500円で商品を売るときに、500円分の価値しか、その、出さないんだったら、その本ってあんまり売れないんですよね。まあ、対価に見合ったというか、で、しかもその対価の価値の感じ方って人それぞれ違うじゃないですか。だから、まあ、500円の本を出すときに、まあ、500円だからこれぐらいでいいよみたいな感じで作ると、やっぱり価値も感じてもらいづらいということなんですけど、でも、5000円分の価値があると、10倍の価値ですね。10倍の価値があるものを10分の1の価格で売るってなると、やっぱり欲しいというふうになるんですね。その、まあ、その本とかね、そういうものを求めている人にとってはやっぱ欲しいわけですよ。ものすごく価値があるから。まあこれはあのコンテンツ作りでもよくあるんですけど、例えば10万円で商品を売りたい場合、20万円分の価値をその商品に持たせるみたいなことをすると、商品がポコポコ売れていくんですね。高額商品であっても。それと同じ理屈なんですよ。だから、何か自分が例えば500円で本を売りたいなって思った時は、最低でもやっぱ1000円とか1500円ぐらいの価値があるぐらいの本を作る必要があるんですね。そうすると、やっぱりそれだけの価値を感じてもらえるから、あ、500円でも安いわっていうふうになるし、お客さんの満足度も上がるわけですよ。満足を超えて感動になるわけですね。まあこのエクストラマイルを置くことによって。なので、まあすごく価値の高い本が作れると。だから手を抜くっていうのはむしろ逆効果なんですね。短期的に見るとこっちの方が楽で稼げるかもしれないけども、やっぱりさっき言ったみたいに長期的に見ると損だし、まあそのマインドセットは逆なんですね。マインドセットではもうとにかく全力を出しましょうって話をしたと思うんですけど、うん、結局その手抜いてたらこういうことってできないじゃないですか。5000円の価値を500円で売るみたいなことできないじゃないですか。500円のものを100円で売る、ね、100円の価値のものを500円で売るみたいなことになっちゃうわけですよ。そうするとね、もう全部逆効果になってしまうので、とにかく本を作るときは、いかにそのね、自分の書いている本の価値を高めることができるかってことをしっかりと考える必要があるわけです。なので、例えば、まあ、コツとしてはですね、電子書籍だったら、例えばなんかコンテンツをプラスアルファするってことができますよね。電子書籍って、その、まあ、本の中にこうリンクを貼ったりできるじゃないですか。だから、例えば、動画コンテンツをプラスアルファしてあげるとかね、まあ、音声コンテンツでもいいですけど、そういうものをプラスアルファしてあげて、よりこう、なんていうんですか、読者の、うん、まあ理解度を深めてあげるとか、すごく価値を感じてもらいやすくなる。ただ文章を書くだけだと、なかなかこう、まあただ情報が入ってくるだけだから、そこまでね、まあ、こう感動してもらうことは難しいですけど、その中になんかすごく役に立つね、動画コンテンツ。もう10分とかでもいいじゃないですか。動画コンテンツを入れてあげることによって、付加価値が生まれるわけですね。普通の本とは違うっていうふうになるんで、やっぱりですね、その、エクストラマイルになりやすいので、まあ、このね、500円っていう価値がもっと上がっていくわけですよ。まあ、5000円かどうかはね、人それぞれ違うとは思うんですけど、そういうふうになっていくので、これは全く、その、やらないと。このマインドセットは捨ててもらって、とにかく、いい本を作ると、一冊ね。そしたらもうその本がずっとね、売れ続けてくれるので、もう何もしなくて済むようになりますから、もうぜひですね、まあ、この視点を持って、自分の売りたい価格の最低でも倍以上のね、価値を感じてもらえるような、まあ、電子書籍とかコンテンツを作るっていうふうにね、まあ、意識してほしいと思います。では、今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。